はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、ひな祭りは過ぎてしまったんですけれども、こちらのひな祭りスペシャルガチャを引いていきたいと思います。デビューキャラで、白いゆきちゃんが登場してまして、まあ、ゆきちゃん自体はね、前回のサクセスでお借りして、使った動画がありますので、まあ、ちょっとそちらを見ていただくとして、野手の場合が、代打の神様アイコンタクトの、まあ、選択制となってます。でさらに、さっちゃんとのコンボでね、独身術が取れるみたいなんですけれども、自分は取れませんでしたという感じです。で投手の場合は強心臓になってますということで、あと他のキャラとしては、バナーキャラが、つのちゃんと、振袖みやびちゃんと、二刀流ルナちゃんという形になってて、さらに女の子のみ出現ということになってますので、ちょっと出現割合を見てみると、ピックアップ以外のキャラ、なごみちゃんから始まって少な女の子キャラだけだからこんな少ないのか。あ、タッチカは入ってんじゃん。タッチは欲しいな、解放用に欲しいんだよね。まあそんなわけで、でちなみにですね、50連目までがなんていうの、その確定枠的なやつで、50連目になるとバナー SR 以上確定、まあちょいちょいバナー SR30 連目とかにも、入ってますので、まあ、一応この確定枠系は引いていきましょう。50連いきますと、いうことで、例によってまた単ガチャ1回引きます。ここはバナー R 以上、これはマジで何にもねえな、演出が何にもなかった。 R 振袖みやびちゃん自体はね、もう SR プラゴなんですよね。だからちょっと PSR が出てくれないと今のところ無駄になっちゃう。じゃあ10連目、10連目って何、バナー PR SR の出現率は2倍と。バナー枠ね、バナー枠。お、虹玉どこに入ってるからね。何番目あれ5番目。お、二刀流ルナちゃん、PR のゆきちゃん、みゆちゃん全然使ってないな。そういえば今プラスいくつなのかすらわからない。まあこんな感じでしたと。一応 PR は確保して、 SR が出てくれないとゆきちゃんがどれくらい今後復刻するかだね。で20連目、これなんだっけ、内容見るの忘れた。2つ入ってる、ルーちゃんと、あ、あれ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 、マジか引いてしまった、引いてしまったよ。無理だよこれ、ちょっとレベリングができない、ほんと無理です。いやだって今あの天空中央の強化期間にも入ってて、天空中央のガチャも来てるんで、ちょっとこっちは50連しか引けないよ。いやーでも引いてしまったか。つのちゃんはね、純粋に今プラゼロのはずなんで PSR を使っていきましょう。ここでそんなにレベリングができるとも思えないからね。あれで30連目、30連目だからバナーか。あれまた2枚入ってる、今回結構いいね。あ、つのちゃん、お、 PR いいね。お、そうそうそう、二刀流ルナちゃんはね PSR は持ってるけど実は SR は持ってないっていう。いやもうちょっと今ユッキーよりちょっとつのちゃんが欲しい、マジで。で40連目、ここは SR、ほい。いやでもこういうさ、本当に絞られた中で PSR が出てくれると有能キャラの PSR 率も上がるからね。みやびちゃん、まあ、ちょっとこのみやびちゃんは当分置いとく感じかな。てかゆかり様多すぎだろなんでこんなゆかり様が出てんの、別にピックアップされてないのに。さてじゃあ、50連目に行きましょう。ここはバナー SR ですね。まあ正直誰でも大丈夫です。あでも振袖みやびちゃんはあれか、
もうプラゴになっちゃって余りが出始めてるから。お、ユッキーも無事、ゲットできましたということで、まあ、レベリングはねできないね。ちょっとつのちゃんの出具合しか注目してなかったからどれだけ出てたか分かんないけど、多分1、2枚しか出てないよね PR と、いう感じでした。なぜかね、角田の PSR を、ゲットできましたので、まあさすがにレベリングができないんで、お助けキャラっていうか何フレンド枠にはちょっとできないんですけれども、まあ気長に気長に上げていく頃になるとコントロール上限アップね、他のキャラが出てくるんで、まあちょっと下火になっちゃう可能性はありますけれども、まあ無事ね、ゆきちゃんも手に入れることができましたので、まあ今回はかなり良かったですね。まあ女の子キャラのみ出現と、いうことで、まあキャラ数もかなり絞られてたんで、まあ自分は今回かなり良かったですと、いうことで、あとこっちもあるんで、こっちはもうちょっと今意思的に引けないんで、まあ同じね、時に引いちゃうと、ごっちゃになっちゃうんで、これはまた別の、機会に引いていきたいと思います。ちなみにね、俺天空中央の強化ってやったことないんですよ。でほらなんかいろいろアプリの方で、言われてたのがなんか劣化した劣化したって、いう感じなんですけれども、ちょっと、やったことないんで、まだ一回もやってないです。まあ、ちょっと一回やってからね、どういう感じなのかというのをちょっと試してみたいと思ってます。まあ、そんな感じで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。